オリコン独占インタビューにて女優長澤まさみが役者と孤独の関係性について聞かれ、以下のように答えた。俳優ってすごく孤独な仕事だなと思ったんです。自分で台本を読んで考えて現場に行って、監督やスタッフさんはいるんだけど、やっぱりそこで演じるのは自分なので、取材を受けて話した言葉の責任を取るのも自分だし、とても孤独で自分と向き合う仕事だなと。なんだよマサ、マサもこっち側の人間かよ。マサって言わないよ。俺たちラジオリスナーも日々孤独と隣り合わせなわけ。タバコの空箱とプレステ4のコントローラーとシコティッシュが転がった狭い畳の部屋で、毎週スマホとにらめっこしながら黙々一人でメール打ち込んでんのよ。こんなコーナーメール考えたんだけどどうかななんて相談する相手も当然いるわけがなく、まあ今の時代リスナー同士 SNS なんかでつながってたりもするけど、まあ SNS がなくなってしまえば赤の他人、俺が逮捕されても誰も気づかないし、俺が死んでも誰も線香一つあげにゃ気やしねえ。ラジオでメールが読まれれば一人で喜びかみしめ、読まれなければ一人で悲しみに暮れる。おいどうだマサも一回でいいからラジオにメール。あらマサ、おいマサ、おい、また一人か。マサは聞いてないよ最初から。お前あげるか。何言ってんだおい。聞こえないぞ。なんでコンサート来たのに全然聞こえないじゃないか。俺の方が声出てる。